はい皆さんこんにちは、えー、歴戦に講師の森山です、えー、本日はですね、えー、年内に弱点克服、えー、当練から学習を再開する方のための形態、えー、科目別学習法 このようなタイトルの下でお話をしていきたいと思います、まあ、新宿エルタワー本校の方からお話をしておりますが全国のレックですね各本校につないで中継をしていますそれから YouTube 等のですね、まあ、動画で配信されたものを見ている方もいるかもしれませんぜひそれぞれご活用いただければというふうに思います で、まあ、先日、ですね最終的な合格発表というのが行われてレックでも合格祝賀会このようなものが行われて今年の合格者の方もですね盛大にお祝いをしたぞといったところではありますが。 えと同時に、えー、合格発表ということはそこでだめだったよという方が本格的に勉強を再開しようという方もこの時期いるかもしれないですね。でもちろん、えー、7月に本試験があって夏から再開してるよとかあ秋から再開してるよという方もいると思いますただどうしても踏ん切りがつかずに、えー、まあ今から始めようかなんていう方もいると思いますね。でそのような方がどのようにこれから勉強していけばいいのかみたいなお話が中心になります。 レックでは1月のところから実力養成編という当連ですねこちらの方が行われますから、まあ、それを基準に勉強を始めようということが一つありえます。 でこれから勉強を始めるのであればもうそのようなあーレールに乗っちゃった方がいいかと思いますのでそのような答連を使ってどのようにこう勉強していくのかあそんなお話の方ですを、ね、していきたいというふうに思います。で、レジュメの方がありますからあこちらをお出していただいて、えー、こちらですね、えー、見ながら検討していきたいというふうに思いますね。で、2ページの方を開いてみてください。で、2ページのところでは答連から学習を再開するためのスケジュールというふうに書いてあります。 でえーまあ、これからですね、えー、この実力養成編を使って、えー、学習を再開しよううとということになります1つお話をしなければいけないのが、まあ、これから勉強を始めようといったら本当に時間がないということです。 で毎年毎年存在はしているんですけれどもどうしてもこう試験が終わって、えー、長く勉強から離れてで一生懸命こう再開をするんだけれどもどうにか間に合わなかったとでまた休んじゃうみたいなあそれでも何年もかかってるって方が結構いるんですよですからなるべく早く開始した方がいいことはいいんですがでも遅くなっちゃったものはしょうがない今から本当に死ぬ気で勉強してです、ね、やっていく必要があるでそのためのスケジュール管理の一つとしてこの登然なんかを使っていくというのはありますのでそれをお話ししていきたいと思います。 でまず2ページのところ1月から本格的にです、ね、この実力要請編の登壇が始まっていきますから年内のところでは基本的には弱点補強ということをしていただきたいと思います。 1>, でえーまあ、1月から3月まで、えー、実力要請編があってこれの使い方ということをお話ししていきたいと思うんですが、えー、実は、えー、この実力要請編というのは、えー、このようなですねパンフレットを見ていただくと、えー、分かるんですが出題範囲というのが書いてあって、まあ、基本的には、えー、このですね科目別の出題。 いうことになります。まあ一月の頭から一週間に一度ですね、科目別に出題されるということになるわけですよ。だからまああで言いますが、この一月になったらこのうんまあスケジュールに合わせて基本的には勉強していただければいいんです。だから一通りの勉強というか一般的な勉強はこの一月からスケジュール通りに勉強していけば一月から三月で一回りができます。逆に言うとそれができるように。 年内のところではあ弱点補強しておいてきちんとそのスケジュールに乗れるように。 だから一般的にですね底上げというものはこれから1月から3月に一般的な力から合格できる力まで上げていくことにできますそのための登壇ですからねでそのために年内にちょっと人よりだいぶ劣っているぞというところがあればあその弱点というものを補強していく、えー、本当に一番の弱点になっちゃってるここはもう穴がも、えー、水が漏れてるとそういうところはきちんと埋めていってあとは あ実力をですね、えー、年明けからつけていけけけばいいいでですで年明けからつけていくための、えー、そのですね、えー、修理みたいなものを年内にしておけばあこれはもう、えー、憂うことなく年明けから登壇に従って実力を伸ばすことができますということなんですね。でそんな話を今日はしていくんですがあその年明けからの登壇についていけるようにぜひ年内のところではもうここはちょっと弱点だよというところを見つけていただいて、えー、補強していただきたいというふうに思います。 でその補強の仕方なんですがまあ基本的にはですね自分の弱点をまずはあ今年の本試験とかあそういうところからあ。 き,えー、きちんと考える必要がありますであとは科目,科目別で構いませんので、えー、そんな形で、えー、埋めていただければいいかなと思いますがちょっとその話は置いといてでは、えー、そんな形で何が弱点かということをまずはピックアップしてそれを埋めていく、えー、これがもう日数が少ないですが12月なんかの目標になっていきます。えー、12月にに弱点を埋めていいくぞととうことになりますねで、えー、今度は年が明けたら 実力要請期実力要請編のです、ね、実力をつけていくという時期になりますでこの時にはこのです、ね、今言ったように実力要請編は科目別の登壇になっていきますから必ずこのスケジュールに乗ってくださいこのスケジュールに乗ってくださいでスケジュールに乗るっていうのはどういうことかっていうと科目別に例えば今範囲がありましたよね1回目は民法則、えそれから物件それから占有権って書いてありますから。 この範囲の予習をしていくこの範囲の予習をしていくということになりますあのー、よく予習をすると実力チェックができないじゃないかということになりますが別に実力をチェックをするためのものではないですからねえ力試しとかじゃないので逆に力をつけていくって勉強になるわけですだからあこの当例を受けてるだけでは勉強になりませんからこの当例に合わせて勉強していく でそれが一番いいんですよでどうしてかっていうとまず科目別になってますからちゃんと科目別に勉強できるとでもう一つは3月までにこれ、えー、終わりますですから4月以降というのは誰もが直前期で、えー、もう直前期として詰め込んだりとか総仕上げをしなければいけませんから今から勉強するとなったならばもう1月から3月にどうしても一回りしていくことが必要になります。 ところがこの一回りの勉強というのは自分勝手にやっているとなかなかスケジュールがうまくいかないんですね。例えば 民法から始めましたって言ったって納得いくまでテキストを見たり過去問見たりしていると民法だけで1ヶ月経っちゃったとで不動産登記で2月経っちゃったとそれから会社法やったら3月経っちゃったとほとんど半分も勉強しないうちに3ヶ月過ぎましたってなったら4月以降総仕上げをやっている時間がなくてまだ実力要請をしなければいけないってことになっちゃう。 ということですよねだからどうしても独学的に自分で勉強してしまうとやはりスケジュール管理というのが本当に難しくなります。ということでえこのスケジュール管理をどうやったらできるかというとただ登壇受けているだけではあ1週間に1度の、まあ、答案練習になりますから力はつかないそこでそれに合わせる形で勉強していくんですね。 とそうするとです、ね、まず何がいいかというと今言ったようにスケジュールがあきちんと3月までに終わるというのが1点でそれから、当連が、まあ、一定の曜日にありますからそここに照準を合わせて勉強すすることができます何がいいかというと締め切り効果ですよねその当連でいい点数取ろうということを目標に1週間勉強できますから1つは集中できます。 どうしても、えー、これ出るかもしれないこれ出るかもしれないっていうふうに、えー、考えながら勉強することによってやっぱり身につけることができるんですよもちろんそれは最初は短期記憶かもしれませんがそれを繰り返すことによって直前基礎復習することによって、えー、頭に血肉になっていきますからとりあえず最初は連けてて勉強していく、えー、これが締め切り効果というのはやっぱり締め切りがある程度近い方がいいわけですね。 だから1週間後の試験に目指して勉強しようということによってやっぱりこう近くに締め切りがあるから1週間ごとに締め切りがあるからあきちんとその1週間で進めようという形で勉強を進めることができるわけです。 で例えば1ヶ月、えー、3週間で民法をやろうって言ったってなかなか民法全体終わりませんよ気づいたら2週間終わってたってことになるところが1週目の,週目のです、ね、後半に、えー、週末にああ、総則と物件のテストがあるぞなんてことになればそこをめがけて今週は総則と物件の勉強をしなきゃっていうふうにもう小さなスケジュール管理で済むし集中力もできるわけですね。 これ何ででもそうですよ7月の本試験て目指して,指して、えー、頑張ろうったって今日はまだ遠いからいいやってなっちゃうところが1週間後の試験目指して勉強,なろう勉強しようということであればあ今日の1日ももう6日しかないうちの1日ですからこれはやらざるを得ないですよね。 ここのように自分を追い込むことができますで今から勉強しようっていうんだったらある程度追い込まなければやっぱり無理ですよだって今まで勉強してないんだから。となればこの1週間後の試験を目指して勉強していくというためにレックの提供するこの実力要成編に関してはそのようなことに耐えられるようにちゃんとこう 科目数だとかですねスケジューリングができるような科目を配備しておりますからそこに目がけてこう勉強していくことによってスケジュール管理それから締め切り効果それができるよということになるわけです。さあその時の予習というのは何をすればいいかというと基本的には皆さんがやるべきこと。 これは分かっているはずですね例えばまだ基本テキストがおろそかになっているぞというのであればそのテキストをきちんと読み込むとかあちょっと過去問ができてないよっていうんだったらあ過去問を解くとかあそのようなことをきちんとしていく必要があります。で実はですねその時に何をしていいか分からないとか少し科目別にですね教材が欲しいとかそういうことのためにこのパンフレットのですねこういうパンフレットの。 これ当連のパンフレットになりますが、えー、この当連のパンフレットを開いていただいて、えー、18ページのところに実はこの科目別パックというのがインプットが配備されているんですね。まあ意味で当連に合わせて勉強してもらうと。 この実力養成編に合わせて勉強してもらうというのが一番スケジュール管理上もよろしいことになりますし3月までに一通り勉強が終わるわけですがじゃあ今一手に予習は基本テキストとか過去問やれというけれどもいや科目によってはちょっとインプットテキスト持ってないあるいはちょっと科目によっては少し苦手があるから何やっていいかわからないなんてことがあります。そそここででででははすすねのののの実力養成編編ととかかかファイナルアアウウトトトトププッッら生鮮に Yeah. <laughs> you. プラスする形でインプッット講講座を科目別に受講する、えー、そのオリジナルパックこれを用意しているんですねで、えー、まあここに書いてありますが20%割引で最大受けることができますからあの私がやってるのがこの携帯小書士の速攻チャージ速攻プラクティス講座、えー、それからあまあ海先生の方のですね運の講師の実力パワーアップ講座ですねそれから根本講師の方のパーフェクトローラー講座これをえ苦手それから強化科目を選択していただいてインプット講て インプットに使っていただけるということですね。で、えー、このインプットに使っていただいて、それをこう実力養成編で試すということになります。で、使い道に関してなんですけど、まあこれはですね。人によると思いますが、今言ったように科目別の勉強の段階でやってもらうというのが1点で。それからもう1つは先ほど見た通り、もう年内に弱点補強としてやってしまうというのが1つどちらの使い方もできます。 だからもう年内に日がないよと他のことがあるんだよという方であれば年内やることがあればそれやっていいですその代わりこの科目別に登壇がありますからそこのところでですね、予習として使ってもらうと。例えば民法が始まったときには民法のその該当部分の口座を聞いてインプットして登壇に臨むとこういう使い道ができるということになるわけですよね。よろししいいでで、ょううか。ということこあのまあ 携帯小書士の講座それから実践力パワーアップパーフェクトローラーそれぞれ科目別の回数だとかそれから何を目指しているのかとかどんなテキストかって一つ一つ違いますですから自分に合うものを選んでいただいてもう科目別にこうやることができるわけですねああ民法はこれやってみようといった形で選んでいただければいいわけですよ、まあ、そんな形で選んでいただいて予習に使ってもらう年内の弱点補強にしてもらうであとはこの東連に乗っていただくと。 いうろではありますであとはレジュメ2ページの丸3番のところではありますが4月から6月には直前期がやってきますのであとはもうファイナル編これも科目別ではないですから午前午後という大きな区分けですからそれでも実力をつけてもらう総仕上げをしてもらうという形になります。 これ見てわかる通り年内に弱点補強してもらうこととそれから1月から3月にちゃんと科目別に実力を上げていただくこれがもう最低限必要なことになってきますもう本当に期間が限られておりますから実力を上げるためにそのですねもう悩んでる時間はないということになるわけですよでは、まあ、そんな形で、まあ、軽くですね予定の方を見ていきましたけれども2番合格に必要なものではそこで何をつけていけばいいのかなんですが このインプット講座や実力要請編ではこの合格に必要なものと書いてありますからこれを身につけてください正確な基礎知識過去問知識ですねこれはそれぞれのインプット講座の方でつけることができますのでそれを身につけていただいて当連で試すとアウトプットするということになりますそれから最新の情報ですね試験は情報戦争だと書いてありますまあこの時期であればですねもう講座なんか取ってる余裕がないよという方もあると思いますが今年の本試験なんかでも比較的新しい発 判例これが出題されているしそれから「午後の部」なんかでも「洗礼」が出題されております。で えー、今年ですね、えーまあ、受験ということで、えーまあ、来年目指してやっていくときに、まあ、新しい情報とやっぱり必要なわけですよで、例えば商業登記なんかでも株主リストの話、それから刑法なんかでも改正がありますね、えー、強制性交等罪の改正もある、それから本店移転についてのひな型も含めたです、ね、洗礼も出ているということですから、そのような最新情報を仕入れるということであれば、やはりこのインプット講座ですね、新しいもの、それから登壇 なんかで仕入れていく必要がありますから、ぜひ、まあ、使っていただけるのがいいかなというふうになります。それから、未出題の問題を解くための知識というふうに書いてありますけれども。よく、まあ、過去問知識では足りないよということになります。じゃ、それをどうやって、あの、運営していけばいいのかということになりますが。まあ、基本的にはですね、このインプット講座、それから、あ、答なんかでは。あの、実は、新しい、え、く、出題を予想して。未出題の問題を解くための知識、え、これを提供しています。 ですから、そのようなものを使っていただければ、このようなものにも対抗対応できるかなということですね。でその下、回答力。でこれをなおざりにしている人って結構いるんですけど、力をつけるだけではダメ、インプットだけではダメなんですよ。それをどうやってアウトプットできるかという回答力、これが求められています。つまり、ケアレスミスを防ごうとか、あるいは時間配分を守ろうとか、このようなものは必要になります。だから、これインプットとアウトプットのバランスっ すごく大事になりますね。テキストを読んでるだけで身につかない力ってあるわけです。で、それは等連ですね。ですから等連においてどうやったら力が発揮できるのか。例えば選択肢の読み方一つにしても本当にケアレスミスが出るかどうか決まってくるわけですよ。例えばあの本当に一番くだらないレベルで言うと丸ツ間違っちゃう。 正ししいももののののをを選選べなのに、誤りのものを選んでしまうえと。えー、こういうのであればじゃあどうやってやればいいのかなっていうのを例えば当連なんかでいつも間違っちゃうから正しいものを選べんとこの「正しい」に大きく丸つけてからやろうと、えー、こういうことですよね。あるいはですねあの時間がないなんて方もどうやったら時間縮めることができるのかなんてことも当連でどんどん試していくといいですよね。ですから例えば、 あの選択肢を全部読むべきか、読むべきじゃないかとか。あ、これももう年内から答練やること。まあ,あの1月から答練をやることによって、それを試していくだから、実力をつけると同時に回答力をつけていくということが必要になるわけです。よろしいでしょうか？ でそれも当連できちんと試してくださいねファイナル編でやって、えー、やり始めてももちろんやらないよりはいいんですけれども早くからやった方がやっぱりそういう練習ってできるんですよ。あの例えばフォームを見つけたとあ自分は選択肢「A を見て、えー、次にこう組み合わせを見てとかでそれで回答出たらどうのとか全部考えていきますよね。で軸足を決めてやっていくでそれが決めたとしてもそれをやる練習が必要です。 例えば野球とかテニスとかでもフォームを身につけたゴルフでフォームを身につけたそれを身につけるだけではダメでそれを練習してもう自分のものにしていかないといけないだから分かったフォームを教えてもらったそれだけではダメでそれを試す時間が必要ですからやっぱり当練なんかできちんと練習していく必要があるぞということになるわけです。 であとは「独学力」と書いてあってこれはまあ、当蓮とかインプット講座と関係ないじゃないかということになりますがその登蓮とかに向けてどのように自宅で勉強するかという独学力ですよね。やっぱり勉強というのは自分で頭に叩き込むことをしなければいけませんあの講座を受けているだけで力がつくわけじゃないんですよ。 講座を受けてそれを自分のものにするっていうのはやっぱり、えー、こう自分でテキストを見たり自分で問題解いたりする時間って必要になりますからあそれをですねいかに取っていくかってことが大事になる。で しつこいですけれども、当連が1週間に1度ありますから、そこに向けて勉強するときに、そのインプットの講座を受けるで、それを復習するという、その組み合わせですよね、それによって、きちんと、うんまあ、身につけていくということが必要になります、そのためにちょっと、独学力と書いてありますが、講座の復習、それをしっかりやってもらうんだ、でそのときに何が大事かというと、記憶しようという意識です。 あの講座を聞くだけでは身につかない知識も復習することによってそれをきちんと身につけようという覚えよううといい意識があるかどうかで全然違います例えばテキストを覚えようと思った時にああこれこういう知識かって思っているだけでは身につかないのでテキストをこうちょっと閉じて思い出す練習をするとかああこういうことをすることによって力がついていきますのでそこはですねちゃんとそういう力を身につけていかないといけません。さあ3番の方では「失敗のパターン」と書いてありますが。 これもちょっととと見てていいくままずドーナツ化現象と書いてありますこれは難しい論点ばかり例えばさっき未出題が出るよとかまた出たことがない判例が出るよとかいうことがありますけれどもそのようなものを追いかけ続けていて実は基本テキストとかそれからですねあの過去問レベルが落としてしまうというドーナツ化現象ということがよく起こります。 ですからそれを防ぐためには当を受けるだけではなくてきちんとインプット講座とかあるいは基本テキストなんかを使って基礎知識を埋めていくことが必要ですもちろんファイナル当該なんか中心に結構難しい問題が出ていきますそれはわざと難しくしている、まあ、わざと難しくて嫌がらせをしているというのではなくてやっぱりその辺りの合否を分ける論点を出していくただそれだけではダメでやっぱりその基本のですね真ん中となる知識を身につけていく必要がありますからこのようにインプット講座と組み合わせることによって でですね、そのようなドーナツ化現象を防ぐことができるだろうということになるわけですで、それからその下に絶対的な勉強不足っていう失敗のパターンが書いてありますが特にこれから勉強を始める方はあのいくら効率的な勉強をしても時間が足りなかった勉強時間が足りなかった少し勉強が届かなかったということがあり得ますだからこれはもう本当に必死で勉強してください で、やっぱり勉強を開始するのが11日でも1週間でも早い方がやっぱりこれは有利です。ただ、まあいいことも言うと、今から勉強するって方は多分踏ん切りがつかなかったわけですよ。で、踏ん切りがつかなかったってことはまあ、結構合格レベルまで来ていると。 だからちょっと最終合格まで踏ん切りがつかなかったって方もいると思うんですね。でそういう方ですからこれから必死で勉強すればどうにか合格レベルに行くって方は多いと思います。えー、ということで、えー、ぜひですねこれから始める方はこう死ぬ気で、えー、やってもらうってことこが必要になりますやっぱり多くの方っていうのは勉強法が間違っていたとかそういうことではなくて本当にこう勉強時間が足りなかった、えー、そういう方が非常に多いんですね。だからやっぱり ある程度絶対的な勉強時間というのは必要になりますのでそのような対策はですねきちんと例えば隙間時間見つけるだとか勉強時間をちょっと取ってみるとか直前期になってはもう例えばどうやって時間を取るかということも総合的に考えていかなければいけません。 で次計画を立てないと書いいててありますねこれ計画立てないと終わりませんからねですからよくあるのはもう計画立てないから、うん、まあ例えばこれ夏から勉強を始める方もそうですけれども計画立てないから民法をやっていたらもう何ヶ月も経っちゃったってことはあるだからきちんと計画を立てないと終わりませんだって今目の前にあることを完璧にしたいんですよ人間っていうのは。 で今から例えば100やることがあって100日あるというのであれば1日5つずつ進んでいかなきゃいけない単純計算それなのに今目の前のこの1項目目が完璧になんないから3日かける4日かけるって普通にやるんですねだそれは計画立ててまだ後ろにこんだけやることがあるんだから,だから今これはやんなきゃいけないでしょっていう話なんですよところがやっぱり目の前のものを完璧にしたいって誰もが思いますだからそのために日程がどんどん狂っちゃうわけですよ そうううすすと終わわないいいけですよでこういう受験生毎年いますだから必ず計画を立てるということをしてください。でたださっき言っている通りここののに乗るのが一番これも早いです例えば民法が今週、総則が出るとか来週は債権が出るとかこれがスケジュールになってますからだから1月から3月までにそのスケジュールに乗っていただいて、えー、やっていただければそれがもう1月から3月の一番いい計画になってます。 1>, で1週間で総則終わるんですかとかえもうちょっと2週間3週間やりたいですみたいなことはありますがそれだと最後まで終わらないですからねだから皆さんがやるべきことは総則を完璧にやるために3週間4週間かけるのではなくて1週間の中でどうにかする完璧じゃなくてもどうにかするこれをしていかないと間に合わないわけですよだからいちいち締め切りがあるといいんですよね でえー、この当連では締め切りがありますがその中にいいですかあの完璧にするために何週間もかけるのではなくて1週間でどうにかするって発想が必要ですスケジュール表ありますよでいいですかあの 1, 1から12までありますけど基本的に、えー、この12個当連があればあの基本的には3ヶ月経っちゃうわけですよ、えー、基本的には、まあ、原則的に考えれば 1, 1ヶ月4週間ですよねですからそれ3ヶ月で12週ですよ って考えればこんんけしかないんです与えられた時間ってこんだけしかないんです。ってなったらもう無理だと思ったとしてもこのスケジュール守って勉強していくしかないわけですよ。1週間でどうにかする締め切りがあるからそこまでどうにかするってことです。あの完璧にはできないかもしれないただ合格レベルめがけてどうにかするって発想が必要ですよろしいでしょうか。ということですね。 ということで、こういうスケジュールになっております。まあこうやって計画立てればいいんです。よろしいでしょうかね。で。 1>, 1週間でどうにかできないということで方は間に合いませんからそのためにさっき言ったインプット講座なんかでも効率的に勉強できますからそれを利用していただいて科目別に受講できますからあこの科目別はこの科目についてはちょっと1週間でこなすためにはちょっと利用した方がいいよねって科目を利用していただければ、まあ、年内にこなせるところはこなしていただければ楽になるしそうじゃなければこのスケジュールに乗ってやっていただければいいだろうというふうに思います。 いますけれどもこの回答力の話については先ほどお話した通りこれ、当練でしっかり鍛えてくださいね。 あのせっかく知識があってもいやーそれ知っていたのに間違えたとか選択肢読み間違えたとかこういうことはありえますからあの当連は必須だと思いますこれから勉強を始める方っていうのはやっぱり今まで勉強から離れていた分そういうふうなあの実践力というものが少し、えー、こう錆びている部分あるわけですねそれをこうもう一度磨き直すのが当然になりますからインプットとアウトプットきちんと両方こなしていくということが求められるぞということが分かっていただけたかなと思います。 よろしいでしょうかでは、えー、今日のタイトルにもなっている、えー、科目別学習法について少しお話をしていきたいと思うんです。で3ページのところから科目別学習法になっております。 でこの科目別学習法というのは、あの今から言うようにです、ね、一つ一つの科目に目がけた勉強法がありますから、それをまああの考えて、科目別に勉強していただければいいんですが、あのまあ、レックが提供するインプット講座ですね、中条件のインプット講座では、もちろんこういうのを念頭において講座をやっておりますから、これはちょっとこの科目は受けた方がいいなというものであれば、受けていただければいいかなと思います。ででははページのところですがまず憲法憲法法 まず条文少ないんですから条文知識これ重要になります特に統治の部分についてはもう条文をです、ね、きちんともう覚えるぐらい読んでしまうということですねもちろんテキストの中に条文があればそれでもいいので六法という、えー、ツールに限るわけではありませんけれども、えー、条文は条文知識ですねだからそれはもう図表になっててもいいし、えーまあ、条文って形で見なくてもいいですから条文の知識ですね、えー、これが頭に入っていなければいけない。特に統治の部分は 何日以内って数字だとか内閣なのか内閣総理大臣なのかとかあるいはですね日数だとかそういうあとは数字ですよね5分の1とかそういう数字もありますのでそういうところも含めてしっかり抑えていかなければいけないだからそういう基礎的なところがおろそかになっていたらまずいですからきちんともう一度条文知識のものを洗い直しておいてくださいそれから憲法で出るのは判例ですよね これはテキストに載っているような有名判例ですがそれは結論だけではダメで審査基準や判詞などを丁寧にに勉強するようにしてくださいだからテキストなんかでは多少長めにこう判例が引用されていると思います。 ですから、そういう部分について、よくその判例の途中と呼ばれる部分ですよね。その判例の途中と呼ばれる部分をしっかり押さえていく、いわ審査基準です。だから、結論が違憲か合憲かだけではなくて、どのような基準で違憲になったのか、どのような基準で合憲になったのかっていう部分までしっかり押さえていかないといけません。例えばあの刑法200条の存続殺。 意見、存続札のです、ね、重罰規定の違憲判決なんていうのはありますけれどもあれはどんな基準だったのか目的で違憲なのかそれとも手段が不合理で違憲なのかというところ。 ここういういいいいいととろをしっかかり抑えていかないといけなけ、まあ、司法書士の試験もそうだし憲法が出題されるほかの、まあ、公務員の試験だとか行政書士の試験だとか見てみるとやっぱりその、まあ、途中の審査基準のところで引っ掛けてくることは多いし特にこの司法書士の試験なんかではあ審査基準が最近よく出てますからその半死の途中ですよねどのような理由で意見になったのかどのような基準を使っているのかっていうところの判例の途中の部分までしっかり押さえていかないといけません。 結論だけ押さえていいっていうものではないですよ。あの民法なんかの場合には結論が大事です。あの反しとか理由付けっていうのは覚えるための工夫に過ぎません。覚えるための手段に過ぎませんけれども、憲法の場合にはその判例の途中というのが覚えるための手段というよりは、もうそれ自体が試験として出てくるんだよというところをしっかり押さえておくようにしてください。 でその下にこれもよく聞かれますけれども先生学説問題の対策した方がいいですか、まあ、対策をした方がいいですか対策をする必要があるのかとするとすればどんな対策が必要なのかの2点だと思いますがあのこれは分かんないですけどあの憲法に関ししてはした方がいいいと思いますあのそれはもう過去の問題見るとだって学説問題が半分出てるわけですよ。 っててこことはまあこれからですね出てくる可能性も高い、まあ、ちょっと何年かお休みがあったとしてもやっぱりえ減少傾向にあるとしてもこれだけ出てるわけですから出る可能性は非常に高いし出たとしたら合格レベルの人はみんな過去問に載っているものは解いてきますからやっぱりやった方がいいですよね。 で今年についても、えーまあ、第2問の選択肢の「う」だとか第3問のう「え」と「お」だとか部分的に学説問題的なものは出てるわけですよですからこれが大問丸々復活しないとも限らないし、まあ、部分的にこれからも出てくるという傾向もあるかもしれないですから憲法の学説問題については勉強する出題、えー、を当然予想しておくということは必要だと思います。民法の 学説問題なんかでは現場で考えればどうにかなる問題もありますが憲法は知らなければ解けない知らなければ解けないといったような問題もかなり多く出てきますだから典型的な論点に関しては理由付け批判というものを知識として仕入れてしまう知識として仕入れてしまうこれは必要になります。人間効力で 間接的擁護があります。間接的擁護があります。その批判というのがすでに過去問で2回出てます。純然たる事実行為については憲法が使えないじゃないか。こんな批判。これ考えたってわかりませんよ。これ考えてわかる人は、うん、まあそんなにないと思います。あ、純然たる、えー、事実行為については憲法使えないじゃないか。絶対気づきませんそんなの。これ知らなきゃわかんないです。 で民法の見解問題学説問題というのは、まあ、A を保護するか B を保護するかってことだから方向性とか考えれば大体わかるんですけど憲法はそれは知知識識ととととしししててて解いいいた方がが絶対早いし逆にうことが想定されておりますだから、えー、憲法の学説問題は一つやった方がいいしやるとすれば過去問とかテキストに載ってるような基本的なあ学説をです、ねえー、理由付け批判を覚えていくという勉強に が必要になりますあの民法は全部覚える必要はないですよ民法はあの学説問題は少し減少傾向にあるし でまあ、もちろん過去問とかテキストに載っているような有名なですね、えーまあ、差し押さえと総裁とかあ94条2項の絶対的公正相対的公正とか転徳者のですねそういうものについてはあのまあ覚えた方がいいとは思いますが、まあ、それ以外出てきた場合はあもう場当たり場当たり的というか現場思考で解けばいいかなとは思います。憲法は無理ですよ 憲法は覚えてくださいただもちろん憲法の中でも現場で解けばいいものはありますからあの当日は午前の部は時間があるわけですから果敢にチャレンジしていくというのは大事になりますねただもちろん、えー、典型的な問題対策はしておいてくださいということですでは次民法です、まあ、民法は重要判例これはあの 憲法とと違ってて長々となんか個性的なな判例をで抑えいいく必要はないわけです憲法全部個性がありますからねで民法はそうじゃなくて結論だけでいいですから重要判例をしっかり押さえていくということになります、まあ、新しい判例も含めてしっかり押さえていってくださいでそれから過去問です本試験に対応できるように利用してくださいねあのというのはどういうことかというと過去問以外からも出ていきますからそういうのを答弁や何かで押さえていく あるいはです、ね、インプット講座で押さえていくというのもあるしあとは過去問を使う時にその周辺ですねこの過去問がもし例えば成年後見の問題出った時にこれ非補佐人だったらどうかなとか非補助人だったらどうかなとかっていうふうに考えていくことによって本試験に対応できるようにつまり一語一個同じ文言が出るわけではないですからその根本的な知識は何なのかっていうのを押さえてそれを覚えていくようにするわけです。 過去問そのまま覚えるのではなくて過去問で問われている知識は何かとだったらこれ出るよねというふうに分析的に使っていくよということが必要になりますね。でそれから解答力と書いてありますが矢印が書いてありますけど事例問題を読み解く力あの民法なんかでは知識知っていたとしても複雑な事例を出してきます。 今年の本試験もそうでした複雑に絡み合った事案を出してきてあそれ聞きたいのみたいなことはあるわけですよだからそれを読み取る力というのをつけなければいけないこれはまあ当練がいいですよねですから当蓮ではあの過去問は多分全部見たことある問題ばかりだと思いますが練で複雑な問題出してきますでそれを読み解く練習することによって自分の持ってる判例知識、えー、過去問知識条文知識それを事例に当てはめる練習をすることができます。あ こういう文言があればこの事例なのねとかあこの事例にこういう文言があるからあこの規範使うのねとかこういうふうに当てはめる練習をすることができますからこの辺りは当練を使っていただければいいですねだからまあインプット講座とか皆さんのインプットできちんと知識を身につけて当練で出す練習ってのはそういうことなんですよ特にこの民法なんかでは知識あってもできないというのは複雑な事案を聞いてきますからそれを読み解く練習がやっぱり必要になりますでは次刑法ですね 刑法はもう過去問ですしっかりやってください刑法は気をてらった問題は出してきませんだからもう過去問しっかりやっていけば解けますもちろん過去問でない分野もありますからそういうのはインプット講座とかテキストとか当連で出していきますのでそういうので身につけていただければいいですから皆さんが独学としてやるのは過去問ぐらいだと思いますで、まあ、古い過去問も結構出てきますから古い過去問もやってくださいで次会社法商法です 会社法で法で聞かれているのは基礎知識ですね、えーまあ、あの会社に関しては過去問で全て網羅されているわけではありませんからインプット講座とかテキストとかが必須になると思いますが基礎知識をテキストに載ってるものを理解するそれからそれを正確に記憶する。まあ 期日問題のことも考えたらもう本当にスムーズに頭から引っ張り出せるぐらいに正確に押さえていかなければいけませんけれどもえとにかく基幹設計とか株式絡みのこととかえあとはですね組織再編とかそういうものについてもうテキストに載っているような知識がしっかり頭から出てくるぞって対策はしていかないといけないであとはまあ過去問もしっかりやっていくとそれから商法の対策はどうするか。 ということが会社保商法では一つ問題になりますがこれはもう御前の部の35問で出題されるわけですからやった方がいいですよね。 午前の部に関しては基準点がかなり高まってきます。で、出てくるところは出てきますから、そういうところはきちんとやった方がいいですよ。あの情報は苦手だから飛ばします。って言ったら、それで午前の部が生き残れるんですか？って話になっちゃうわけですよ。だから、これはちょっと嫌でもやった方がいいですね。えー、まあ、商法に関しては出てくる部分は限られてるわけです。で、まあそういうところをやればいいです。で、あの商法に関しては平成17年以前の過去問も使えますから、もし苦手であればそういうのも全部やった方がいいです。 あの会社法に関しては平成18年以降の過去問でいいですけれども、えー、商法分野ですね、個人承認とか、そういうところは平成17年以前の過去問、えー、これも取り入れて勉強するようにしてください。で、4ページの方に行ってください、4ページのところでは民事訴訟執行保全法、御、えー、前の部の頭のところで7問出てくるやつですが、えー、まず過去問ですね、民事訴訟に関して、民事執行保全に関してはもう過去問やっていく、えー、これがもう第一です。 過去問だけではあ受からないとよく言われますが過去問だけでは受からないというのは過去問をやらなくていいという意味ではないですから、ね、過去問は必須ですであとはです、ね、あの過去問を丸暗記してやるのではなくて民事訴訟には理屈があります4段階構造とよく言われますけども私はまあ近い4階建ての建物と言っておりますがこの4階構造ですねこれを理解するでその民事訴訟の理,理論を理解しますでただ民事訴訟というののはその 理論だけ理解できていれば解けるわけではなくていくら理論をですねもうすごい理解してるぜっつったって解けないわけですよよく出てくるのは条文知識ですからねだからその条文の細かい手続きも出ていきますから民事訴訟に関しては2本立て理屈を理解することとあとは条文知識を覚えることこれをきちんとやっていただくあとは執行保全に関しては手続きがありますからそれを流れとともに押さえていくということが重要になります。 あとは民事訴訟に関してはもう一つ重要判例ですねテキストなどに載っている判例これをしっかり押さえていく必要があります。 結構細かい判例も出ていって、えー、民事訴訟を難しくするよく民事訴訟が難しい年ってありますこれ民事訴訟を難しくしたいんですよ本試験の試験員はあの御前の部の出だしのところにありますからもう出花をくじきたいわけですね、えー、だから民事訴訟の第1問目とか非常に難しい問題を置いてくる年もありますで、えー、そういう問題対策として、えー、やっぱりですね、えー、まあ一つは、まあ、理屈を難しくするってありますけどこれはあんまり出ません で出るのはやっぱり細かい条文聞くだからまあ重要条文のちょっと第2項とか第3項とか今年も出てましたけども今まで2項までしか出てないよ3項が出たよっていうのは結構あるわけですよですから対策とすれば過去問練習をするときにあとは民事訴訟のテキストを見るときに今まで2項まで出てたら3項も見てみようぐらいに密室大対策として広げていく必要が民,法ではあり民事訴訟ではあります。 だから民事訴訟に関しては過去問テキストそれから重要判例ではありますが特にその時にちょっと周辺を見てみると特に周辺つっても曖昧なことを言ってもできないですから1個が出てたら2個を見る2個が出てたら3個を見るというふうにちょっと条文を広げていくそれも過去問を練習するときですね広げていくというのは重要になりますで次に教託法司法書士法ですがこれはもう過去問です で共奪法なんていうのは過去問がそのまま出てくる可能性が高い。もちろん一シックっていう意味ではなくて内容があそのまま出てくる可能性が非常に高いですから、もう基本的には過去問をそのまま練習するのが一番早いです。だから共託に関しては少しまああのちょっと過去問絞ってるよって方も。えー 範囲を広げていただいてどんどんやっていただく方がいいかと思いますで、さっき民法でお話しした通り民法ではちょっとこう過去問の周辺に広げようという話をしましたが教宅はそんなことをやる暇があったらどんどんやっちゃった方がいいですそのまま出てくる可能性が非常に高いですからねあとは司法書士法です司法書士法に関しては平成十一年以前のものもやってください 平成十一年以前のものをやってください。えー、まあ、ご存知だと思いますけど、司法書士は一旦出題が見送られましたね。平成十一年までは出題されておりまして、平成十五年から出題されました。その間が抜けてます。で、一般的な過去問集では、その復活した後の過去問しか載ってないものも多いですが。平成十一年以前の過去問も、お、やるようにしてくださいね。まあ、レックでは。 あのまあ各種付録だとかそういうことで平成11年以前の問題も皆さん解けるようにはしていきますのでぜひそちらもこなすようにしてくださいで次に不動産登記用ですが不動産登記はやっぱり過去問がたくさんありますからそれを第一にやるのがいいと思いますでその時に気をつけておかなければいけないのはどうしても期日問題が出ますので期日で聞かれる分野所有権抵当権値抵当権こちらを中心に勉強する方も多いと思いますが不動産登記では総論もよく出ます 総論もよく出ますだから択一しか出ない分野、えー、こちらがですね択一しか出ない分野というものについて択、えー、一を勉強してないとやらないわけですよだそういうとこしっかりやってくださいね、えー、記述では出題されない分野も択一では品質ですよというふうに書いてありますまあこれはまず過去問やればいいですあとはテキストですねインプット講座これやった方がいいですなぜならば過去問で網羅されてません 比較的新しい分野の総論もあります、まあここは出題がされるかどうかというのは未知数ですがあ法廷相続ですね、えー、証明情報、えー、まああの辺りについてもそうだし、えー、不正登記の防止申し出とかあそんなのも、まあ、あのテキストには載っておりますのでしっかりこなすようにしていただいた方がいいかと思いますあとはその下に書いてありますが登記記録問題などの対策 これですね複雑あの先ほど民法で複雑な事例問題出してくると言いましたが不動産登記では登記記録の読み取り問題が年によっては出題されます、えー、この対策を必ず考えておいてください対策を考えるってどういうことかというと時間がないから飛ばそう、まあ、これが1つの選択ですで時間があったら戻ろうこれ1つですねでもう1つはもっと積極的もし解くならどうするか 時間がない中でもし解くならどうするかでこれを例えば家,家で皆さんが過去問を解こうと思ったときに登記記録を時間かけて読み解いて選択肢を見て解くというのであれば時間かければ解けますただ本試験は時間のない中で解かなければいけないからさっき言ったようにパスするというのは一つの手だしもし解くならどう時間を短縮して解くかということが求められるわけです で、えー、その時にですね例えば選択肢から読む選択肢から読むこれが一つのテクニックですね選択肢の「あ」まあ、記述の「あ」を見ればあこれはあ「おつく1番の定当権」だけ見れば解けるなってわかるわけですよそしたら「おつく1番の定当権」見て「あ」が解けるそしたら登記記録のすごいいろいろ「おつく7番」ぐらいまであるのを全部読まなくたって「おつく1番」だけ見れば解けたりするんですね。 もちろん利害関係人を探せみたいな全般的に見なければいけない問題も時々選択肢の中にはありますがそういうのは別に2つか3つ選択肢が合えば正解を出せるわけですからそういうのは飛ばせばいいので基本的には登記録問題に関しては選択肢から読むというようなテクニックになりますからそれをちょっと練習してみるとですねこんな感じで対策を立てていく必要があります。 では次商業登記法ですねで商業登記法はあ典型論点を期日対策とともにやってくださいで。典型論点ではよく出るのありますよ、設立とか、えー、そういうのですよね、あとは持ち分会社の対策もやる、それから一般法人法やってください、一般法人法。 一般社団法人、一般財団法人それから公益法人ですね、そのあたりの対策をしっかりやるようにしてください、これも毎年出るわけではありませんがやはり指定席がほとんど用意されておりますので、やるようにしてくださいね、だから、ある分野について本当に誰も知らないような登記研究とかをやるよりは、こういうやってない分野がないってことが大事、何が出るか分からないんだから。 持ち分会社、特例有限、それからその他法人ですよね、こういうのをしっかりやるようにしてください。で、まあ、その他法人といいますが、5ページ以降を見ると、ちょっと組合等統計例のポイントを載せておきましたから、まあ、このあたりもちょっと対策を立てていただければ、あの何が言いたいかというと、5ページ以降に、特殊法人ですね、法人等統計例、組合等統計例の話がありますが、あのこういう分野について、やることってこのぐらいしかないということ。 だからあの深い理解というよりはあマイナーな分野はは基本はしっかりやる意外とと狭いぞとこれは御前どもの商法でも言えますが商法で代理証が出るとかあそういう時に代理証マイナー分野だやってないというよりはちょっっととやってみるる覚えること少ないんですよだからとにかく誰も知らないような先例とかよりはそのマイナーな分野の基本というのはやった方がいいです。 そこであの不合格が決まっちゃうことがありますあの誰もやってないメジャー分野の細かい知識えというのはあんまり抑えてる人は少ないし抑えていてもそんなに点数に差がつきませんがマイナーな分野の基本知識ってのは本当に差がついちゃうんですよやってるかやってないかですからねだからこういうところも勇気を持ってやるということは大事です あとはまあ改正点をしっかりですね、株主リストとか本人確認証明書、それから辞任届の印鑑証明とか、婚姻前の氏の記録とか、最近、いろんな改正もありました、いろんな洗礼も出ましたというところで、そういうところはしっかりやるようにしていただきたいと思います。最新情報については、やっぱりこの予備校の登壇だとか、インプット講座の方で対策をするのが一番早いと思いますから、そういうのはしっかりやるようにしてください。 では最後にですね5ページ以降のところで特殊法人登記組合等登記例のポイントを書いてあります。まあ、これもですね時々出ますからあの何を言いたいかというと本当にこういうちょっとしたことでもう失点防げますからね。え 組合等登記例の法人とは何か学校法人医療法人司法書士会商工会議所などの民間出資の団体ですねこれがまあ株式会社とかであれば商業登記法とかで登記のこと書いてありますけどこの組合等登記例ということで登記について規定されているのがこの民間出資のその他のこういう法人なわけですでその中で国が出資していると特殊法人ということでまたこれは別になります でその下なんですが、登記事項を覚えておけば大体足りますよ。例えば共通する登記事項が、目的、業務、名称、事務所の所在地、代表権を有する者の氏名、住所、資格、それから存続期間、または解散の自由を定めたときにはその期間、またはその自由と書いてありますが、まあ、特に難しいことはなさそうですよね。これが一般的に共通する登記事項ということになります。一目的、業務と書いてありますが、6ページの方に行って中の1。 目目的的業業務務を登記しなくててい法法人ががあるるそれれは目的業務が法定されてるからです例えば司法書士会や日本司法書士会連合会などについてはもう法律上目的が書いてあるわけですよだからいちいちこれを登記するときに目的なんか書かなくていいよということになりますでそれから米の2中の2がついてますが収益事業も登記が必要になります あとは5ページ戻ってもらうと共通する登記事項なんてのはそんなに珍しいものはありませんでその下見てください今度は学校法人特有の登記事項がありますこれも過去問古い過去問なんかではよく出てましたがあの共通する登記事項は登記した上で各法人に特有な登記事項がある。 で最近、出題されたのは資産の総額を登記するかしないかなんですけど学校法人の場合には資産の総額も登記事項というのが一つありますねあの。学校にお金があるかないかって結構大事な話で、えー、お金がない学校だとやっぱりこういい教育できないというのがありますから資産の総額はやっぱり公示、えー、しておく必要があるでしょうという話です。でその後 ② 番で設置する私立学校私立立学学校校専修または各種 えー、学校の名称ですねだからなんとか学校法人、えー、なんとか大学とかこんな感じで、えーまあ、あの学校法人というものは大学を設置したり予備校を設置したりしますからあそ,のです、ねえー、そういう学校名これを登記することになりますあうちのなんとか学校法人というのはなんとか大学を設置してますとかこんな話になるわけですで中の4を見てもらうと、えー、違いますね中の6を見てもらうと学部名は登記いらない 学部名は登記いいらないだから例えば大学を設置している学校法人であればなんとか大学というところまで登記しておけばいいので学部名までは登記いらないよということになります。であとはですね5ページに戻ってもらうと今度は医療法人なんですが医療法人は共通すすするる登記事項にプラスするもののは資産の総額ですこれ医療法人っていうのは町の医者で ななどがみんな医療法人ですけどやっっっぱりお金があるかかなないかってちょっと大事なんですよ医者がお金持ちかどうかって関係ねえぞと思うかもしれませんがやっぱりお金がないとまともな医療機器を使ってないとかそういうこともありますのでやっぱりこう資産の総額というのは登記しておこうということになるわけですね。よろししいでしょうか でその下見てください今度は司法書士法人なんですけどば、まあ、ーって見ていただいてです、ねまあ、大体あの皆さんが司法書士法で学ぶようなことがあ特定社員が誰かとは登記事項だなとかあこんなのは分かっていただければいいので一応目を通していただければいいと思いますが資資産産のの総総額額はは書書いいいいててななですね司法書士法人ってあまりお金あるかどうか関係ないですね。 あの紙があれば仕事できますから。ですから、資産の総額に関しては、ああ、しよしよ商事はですね、登記事故じゃないぞ。こういうことが分かっていただければいいんですよ。 あ,あとは特定非営利活動法人ななんんかもあありますすけどねこんな形ですあとは6ページの方行ってもらうと括弧3番のところで登記期間とありますがもうこれ難しい話ではなくて変更が生じてから2週間以内それからあそうですね獣たる事務所であれば3週間以内ということで特に難しい話ではありませんで丸二番例外です資産の総額の変更登記は毎事業年度末日現在から当該末日から3か月以内にすれば足りると書いてあります これ何言ってるかっていうと資産の総額って変更の2週間以内に登記をしましょう変更が生じたら2週間以内登記をしましょうという会社法や今言った一般的な規定の置いとくとえらいことになりますだって資産の総額って毎日変わるんですよえ毎日変わるんですかえ株式会社の資本金でそんな変わらないんですけど あの株式会社の資本金っていうのは架空の額です計算上の額ですうちの会社に1,000万の資本金がありますっていうのは言ってみれば1,000万の貯金箱が置いてあるようなもんでその中にいくらお金があろうが貯金箱は100万円の貯金箱なんですよ資産の総額というのはその医療法人とかに現在本当に存在する現実の資産の額ですってことは毎日変わるんですよ 今日金儲かったとか今日損したとかいう形で、えー、ちょっと財産が目減りしたとかで毎日変わっていくだから変更があったら登記をしましょうと毎日登記をしなきゃいけなくなるだからどうしてどうしてるかっていうと1年に1度登記をすればいいってなってるんですね。1年にに度変えればいいってことこなってます だからなんかあの代表者が変わったとかあそういうのであればあ変わるたびに2週間以内登記をしなければいけませんが資産の総額って言ってて言みれば毎日変わるわるけですで毎日登記をするのは大変だってことで1年に一度でいいよだから変更があら3か月以内に登記をしなさいねっていうのが登記期間の例外として用意されてるんだよということになるわけですよろしいでしょうか。だかかからら実務なんん出るとあの,町のお医者さんから 仕事の依頼が来るようになるのはなかなか大変ではありますがあのそうするとですね、えー、毎年毎年こう資産の総額の登記が来るわけですよ、えー、医療法人というのはその町のなんとか内科とかみんな医療法人ですからねですからああいうのからああいう医者からですね依頼が来るようになるとこの資産の総額の登記をするなんてことになりますね、えー、よろしいでしょうかね私が最初勤めていた小書士 法人なんかだとこの町の医者全部一手に引き受けてましたからね、えー、まあ所長があの町の医者とみんななんかこう偉い組織に入って仲良くなったりしてですね、えー、もらうわけですよですからそれでそうするとこの町の医者の登記からすると1年に1度の資産の総額がくるんですね、えー、ということになりました 括弧4番のところで設立登記なんかだとですね学校法人の設立登記に私立学校審議会の許可書は必要ないなんて過去問がありますから書いておきましたけれどもこういう形になります。ということでこれ最後に特殊法人の登記ですね見ましたのでちょっと勉強になったかというかもうこれぐらいで十分ですよこんな形で勉強していただければいいでそれで何を言いたいかというとやっぱりどの科目についてもこのようにちょっとやれば。 身につくんですそれはやってくださいって話、えー、ですから何回も言ってる通り、えー、このですねだからそれをやってないって自信がある方は必ずこれからやってくださいで、えー、今日はですね、あのー、そのインプット講座と東連を組み合わせてどのように、えー、年明けから勉強すればいいかという話をしましたそのマイナー分野というものを抑えるためにですね是非、えーえー、もう一度じゃあ、あのー、告知させてもらいますけれども。 あのこの倒連なんかを使う時にですねこのインプット講座え携帯使用書士実践力パワーローパーフェクトローラーありますけれどもえこの苦手科目っていうのはそういうところなんですよねそういうのを抑えてもらうためにぜひ使っていただいてえまあその自分が抑えてないようなこういうのは嫌だと思うんですよ。 あのあそこに代理証やってないんだよなとか特徴陣なんて今久しぶりに見たって方もいると思いますよね嫌、えー、なんだよという方になると思いますそういうのはインプット講座が一番強いですからあ教えてもらっちゃったら一番手っ取り早いですよこれで終わりなんだって今,今教えた通りやればいいんですよもう分かったじゃないですか組合と同期でですからこんな感じでやればいいのでぜひ、まあ、そういう苦手分野だけ使っていただければと思いますねあの、まあ、20%割引と書いてあって、えー、詳しいことは 私は知りませんからスタッフの方とかに聞いていただければいいですけれどもあのとにかく、まあ、そういうことですので科目別に苦手な科目なんかを組み合わせていただければ特に苦手点やってないだけとかいうのがあってしかもそこ苦手意識があってなかなかできないですよでなかなかできないから躊躇してる暇に時間は進んじゃいますからねえそういうのを使うためにぜひこの、えー、インプット講座を使っていただいてだからもう苦手分野は苦手科目だけでいいですよあの全部やったらまた聞いてる時間もないとかいう問題も起こりますからですからそういうのを使っていただいて でそれを年内にやっていただくか、登連に合わせてやってい,くいただくかによって、苦手分野をボトムアップしていきつつ、今日何回もお話ししている解答力とか時間配分の練習なんかを、登連で身につけていただいてで、スケジュールもやっていただいて、それから4月以降には、ファイナル登連や公開模試で力を、最後の総仕上げをしていく、詰め込みをしていくということによって、本試験合格を目指していただければと思います。 これからやろうというのは正直言うともう夏からやってる秋からやってるという方もいて少し出遅れている感は否めませんですからこれからやろうという方はもう効率的に勉強していくそれからもう必死に勉強していくことが必須ですで必死に勉強するというのは必ずやってくださいねこれから多くの人はみんな本気でやってますよで本気でやらなきゃよかんないよと言いますがみんな本気でやってますだからそれ以上に本気でやらないとやっぱりよかりません100人のうち3人です となったらあややっっぱりり人にに負けないいようにやっていく一つありますねただがむしゃらにやっていてもやっぱり受かるものではありませんからあ今日やったようなスケジュール管理など必要ですから倒霊なんか使っていただくのが一番いいかと思います。えー、ということでインプットアウトプットバランスよくやるためにぜひ使っていただければと思います。で、うんまあ、これから勉強を始めて受かろうということであればあそれは今言ったように、えー、がむしゃらにやっていただく必要がありますがその分あのぜひ、えー、合格をおできるように。 正しいやり方でやっていただければいいかなと思いますではそんな形で今回はですね年内に弱点克服,克服という話それから当連から学習を再開する方のための科目別学習法などについてお話をしましたぜひ役立ててですねこれからのお勉強に活かしていただければと思いますそれではこれで終わりにしましょうお疲れ様でした